こんにちは。デモンストレーターの田原英一です。今日はこの三脚をご紹介します。といっても今売ってる三脚ではなくて、昔の三脚、スリックの880と読めますけど、これ違うんですね。88D という三脚です。この三脚はスリックの中期ぐらいの1978年の三脚なんですけども、大ヒット製品。なおかつスリックが 倒産する一度倒産しているんですけどする原因となった三脚の一つなんですねこの三脚多機能というのがポイントです一つの三脚に盛り込めるだけの機能を盛り込もうというもうアイデアが詰まりに詰まった三脚ですそういったこともあってすごい大ヒットしました大ヒットしたんですが当時オイルショックアルミの値段がどんどん高騰していく中で 売売れば売るほど赤字になっってしまったつまりアルミの仕入れ値段よりも三脚の値段の方がもともと契約した値段よりもアルミが上がっちゃったので、えー、契約した値段の方が下だったとつまり売れば売るほど赤字で倒産を迎えてしまったという原因となった三脚なんですけども三脚そのものには罪はありませんすごくよくできている三脚なんですこの 88D 語るべきところが多すぎて、もう何から喋ればという感じなんですけども、ひとまず一番思いついたところでユニークな点をご紹介していきましょう。まあ、ここの水準器がすごく主張しているので、水準器に対しても取り上げなきゃいけないと思うんですが、スリックのロゴがね、ここに入ってるんですよ。水準器のところの横に、この王冠マークみたいなやつね。これを拡大して見ていただくと、 スリックのエスタブリッシュド1943とあるんですね。これね、創業が1943年だというふうに言い張ってるわけですけども、まあ最近はスリックは創業年1948年ということで書いていますけども、これね、1943年というのは、このスリック三脚を創業した白石さんが、 初めて図面を引いた年。それが1943年なんです。だから三脚の創業年とするにはちょっと無茶があるんじゃないかなという年なんですけども、白石さんって1925年、昭和元年生まれなので、43年は18歳の時なんですね。で、18歳の時というのは、ちょうど技術者として初めて、確か0線の部品の図面を引いた年かな。 そういう年なんで、三脚を初めて作った年というのは嘘ということになってしまうんですね。で、えー、先ほど来、ガシャガシャ音がしてるので気になってる、この水準器についても解説していきましょうか。これね、水準器の位置としては、雲台のベース分に当たるところで、三脚の足で水平を取るときに見やすいなる水準器ということなんですが、今だと水準器は、 気泡と言いますかね。この中に液体が入っていて、それで空気の泡が入っていて、それが真ん中に来ると水平というやり方なんですが、これはですね、銀の玉が入っていて、この銀の玉がずれると水平がずれてると。銀の玉が真ん中に来るようになると水平という、ごく初歩の水準器なんですね。持ち歩くとこれがガシャガシャ音がするというのがポイントだったりします。 実用的にはまあ実用にはなるかなというところですねこの雲台カラーリングにもびっくりするんですけどもまずこれね構造がわからないとカメラさえ取り付けできないといった雲台なんですねここねご覧いただくとこういったレバーがあるんですけどもネジはネジを回したりするようなところが全くないんですよねこういった状態になっている時によく わからないからこのままカメラをこう取り付けて回しちゃえなんていう人もいますけど、そうするとこれ、ネジが閉まりませんので非常に危険です。こういった時は間違いなく取り扱い説明書を見た方がいいということなんですが、もちろんこのクラシック三脚には取説今ここにあるわけではないので、私の知識でご紹介をしていこうということですけども、ここにつまみがあります。 このスリックと書かれているつまみを手前に起こすんですね。そうすると、こ、ここのネジが外れます。これがスリックのカメラアダプター。1967年に世界に先駆けてスリックが考えたクイック集の元祖という形式ですね。これをあらかじめカメラの底にねじ込んでいくということです。カメラアダプター、これごく初期のものなんですけども、なぜか10円玉の コインで締め付けできるような構造にしてあったりしますよね。こうして手で締め付けます。これを上から落とし込んで、このレバーを倒す。これだけだとグラグラしますから、今度はこのレバーを下に下げていきます。そうすると、入ったカメラアダプターが下に押し付けられることで、カメラがしっかり固定されるということですね。 まあ、しっかり取り付きました。これ、本来はここの、ちょっと今そっくり書いてますけど、え、円、円化ビニールでできてるカメラ台の部分がちゃんと密着して固定されるということですね。こういったワンタッチの取り付け形式ですね。実はこの雲台 安価な三脚で多い割り締め式、雲台のどの底が割れてて止めるとここが閉まってというやり方ではなくて、現在の高級三脚でよく使われている、コマ締め方式というのが使われています。ここにプラスチックの、で、真ん中が金属のネジが切られた駒が入ってまして、反対側にも駒が入ってまして、このパンハンドルを締める付けることで、両側からこのコマが寄せ合って固定されるというやり方です。 ただこの 88D で気をつけなきゃいけないのは、このハンドルを抜いちゃうと前のコマがポロッと落ちかねないという問題があるので、やたら分解しないことですね。そして、ここの雲台の形状をご覧いただくと、コマはこの中に入っているので、この中だけで完結しているはずなんですけども、ここに、このように成形で、雲台の形、 パン棒が刺さっている部分を延長しています。この延長しているのはなぜかというと、パンハンドルが上下に緩めた時にですね、グラグラしないように、ここで固定をさらにしているということだというふうに聞きました。これは当時これを開発に携わった方が言ってたことなので、間違いないと思います。いわゆるスリーウェイ方式で、このハンドルで上下方向、そして、 横にあるこのつまみで左右方向の固定です。左右方向も全くこの割りが見えてないので、これはも細真目方式ということですね。そして縦位置横位置の切り替えがここにありますけども、これは最近の割と安価な三脚でもやってるのと同じ方式なんですが、ここを緩めると、ここの互い違いに入っている部品が緩んで動かせると。締めると、 これが締め付け合って固定されるというやり方ですね。面白いのはここの前の部分ですね。スリップと書かれているところのここにつまみみたいな形状になっているということなんですけども、これ縦位置横位置をするときにここを緩めてここを持ちながら、 縦位置、横位置を変えていくということで、もともとこれイラスト図では 88D ですね。初期は2ハンドルのスリーウェ運転を考えてたんですけども、コストのためか何のためか分かりませんけど、2ハンドルにできなかったので、ハンドルの代わりにここに持ち手を付けたということだそうです。ただ今この三脚以外でこういった持ち手を採用しているのがないということは、 おそらく、まあ、実際はカメラを持って動かせばいいんじゃないのっていうことになっちゃったということだと思うんですけどね。1978年、いろんな試みをしてた時代の三脚というところですね。雲台の基部のところには、この黄色と赤と緑のラインで書かれた、これパノラミックフォトと書かれてるんですけども、28ミ、mm、リ、50ミ、mm、リ、135ミ、mm、リで、この間隔ごとに写真を撮っていくと、 写真を後々つなげると、135ミ、mm、リの場合はこれだけ細かく撮っていく。50ミ、mm、リの場合はここの次がここというふうにメモリが刻まれてるわけですけども、こういったガイドも付けられています。でこのガイド実はこの上から押さえると、こうやってくるくる回せるので、撮影地に行って、まずゼロ視点を合わせて、これから回していくといったことができるという工夫ですね。今、 スリックのザ・プロフェッショナルとかでもこういったガイドは入ってますけども、当時はこれね、あの 28mm、50mm、135mm という表記だったんですが、現在のプロフェッショナル系の三脚ですと、単に角度の表記ということで作られています。当時、三脚でできることは何でもやってやろうという、そういった壮大な試みで作られたスリックの 88D。 この機能を全部語ろうと思ったらすごい長い動画になりそうだったので今日は雲台周りだけで終了という感じなんですけどもご注意いただきたいのはこれ43年前の三脚ですからもし見つかってもカメラを乗せて実用にというふうな使い方はなされないようにくれぐれもお願いいたしますプラスチックの部品の劣化というところでは40年間 ずっと使い続けられるようには考えられてないはずですので、カメラの事故だけはくれぐれも気をつけていただいて、ただ、こういった先人の昔の人が考えた三脚のユニークさというところは、見ていてすごく面白いものがありますね。